はいどうもー、いやどうもー、みんなの問題です、お願いします。お願いします。毎日頑張っていきましょう。はーい、はーい、カンタでーす。トミーでーす。お願いしまーす。はい、何ですか。ちょっとじゃあタイトルコールお願いします。はい、やってまいりました。冬ももう12月になってまいりましたね。最後のバスツアー言うなやー言うなやーなんかやってんの、中身の中ちょっと言うなよ。なんじゃないの、なんか最後のバスツアーじゃねえし、なんかあったんじゃない。ちょっとすいません、イベントについてですね、ちょっとたくさんのお知らせがありますので、はい、僕はここにフリップに書いてみましたので、お願いします。皆さんね、この中に書いてあるいろんな情報、詳しいのは概要欄に載ってるので、ぜひ概要欄の方からその URL とかをチェックしに行きまくってください。はい、で、あれですね、イベントに関してはトミ君が基本的に結構いろいろやってくれてて、はい、僕も知らないことだったりとか、まああんま知らない状況でいるっていうことだけ、なんだね、いつもねメインとなんか他のなんかねチャンネルとかをやっているのでね、はい、まあそこはコンビの役割分とかして、はい、大きい企画とイベントは僕なので、はい、まあサブちゃんですけど、ちょっとね12月27日の、はい、イベント、うん、品川でやるんですけど、うん、まあ大好評で、はい、めちゃくちゃそれは本当にありがとうございます。たくさんのご応募いただきありがとうございます。そしてまあまあ最初から行くんですけど、追加のなんかこんなのやりますよみたいなのとか、うん、いろいろちょっと決まったんでまとめてきました。まずこちら、おじゃーん、12月27日水溜りボンドスペシャルステージ2018 in 東京品川ステラボールでやります。ああ、全く同じ情報です。そうですよね。だよね。え？いや、びっくりして。なんで？いや、当たり前のこと言ったから今。いや、それ一体ちょっと言ったんね。やります、やりますよって。続きまして。出しとけばよかったよね。これ、まあ3部やりますね。はい。1、2、3部。まあちょっとね、登録出てると思うんですけど、またちょっとまたね、いろいろ、まあちょっとテクニカル的なところ詰めたりして、はい、もうちょっとなんとかならないかっていうのやってるので、うん、まあそちらの方もね、席ちょっと期待しておいていただきたいなということですね。はい、で、二つ目。じゃじゃーん。はい。12月27日、水溜りボンドトークライブ2018 in 東京品川コラボイベント。おー、出た。トークライブもやりたいなって。すごいことだよね。うん。同じ日でしょ？同じ日。どういうスケジュールっていうのはありますけどね。って感じ。僕もあんま知らないです。それはどういうスケジュールになるのか。はい。まあやっぱトークライブも、うん、なんか僕の誕生日にカンタが今年ちょっとトークライブやろうぜみたいな言ってて、はい、で、まあちょっと仙台で一応ちょっとトークはしたんですけど、まあ、ちょっとトークもやろうやっていう。あ、だ逆に言うと、だからあんまり決めずに喋るって、うん。これはそうです。あんまり決めずに、ただただ喋るだけです。はいはいはい。で、まぁ、この後出てくるんですけど、この品川のクラブ EX、ここは会場のすごい近くにある別の会場を抑えられたので、そこでなんかこう、やろうと思って。どのくらい入るんですか？キャパは大体300ぐらいですかね。はいはい。で、そこの会場、品川クラブ EX、はい、もう一個やりたいことがありまして、うん、そこを、こちら。はい、何ですか？合ってるのかな？こちら、次。じゃじゃーん。はい。12月27日、水溜りボンド、回顧展。そういうことね。ああ、そういうことなんだ。in 東京、品川クラブ EX。はい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 。だ要するに、本会場でイベントやりつつ、で、イベント、うん、3部やってる間にトークライブをこう挟んで、うん、まあ、ゆっくりですけどね、ゆっくりしたトークライブ。まあ、ハードル上げずに見てほしい。普通の僕らが喋っただけのトークライブがあるんですけど、はい、トークライブがある会場は、ぐるっと、うん、例えばなんだろう、ステージは、おそらくこのリビングのがそのまま再現されます。例えば、僕らは登場して、このソファに座って、みんなが、こう、着席のね、へぇー。のとこにこう、座って、よろしくお願いしますって言うとか。うん。で、その、回顧展は一周、例えば、アルミ玉とか、でっかいハンバーガーとか、はいはいはい、ま、その、一個の、その、クラブ EX っていうスペースを借りて、回顧展をしつつ、うん、トークライブもそこでやるよってこと？あ、トークライブの時間は回顧展は閉めてるんですけど、そのトークライブやってない時間は回顧展として、まあ、チケットを販売するんですけど、うんうん、まあ、家のものはいろいろ、例えば、落とし穴に使ったシートが見れたり、はい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 、まああとハンバーガーとか、はい、まあ、まあでもそれはね、ずっと話してたやつよね。そう、なんか俺らがいつも使ってたものとか作ったものとかが、う
みんなこう直で見れるようなのができたらいいね。できたらなんか結構いいのかなと思いまして、はい、でこの回顧展、まあ合間時間なんでちょっとややこしいその券売にはなってるんで、ちゃんと概覧書をチェックしてみる、注意事項を読んでください。で、こちら写真撮影 OK なんで、うん、あ、アルミ玉だ、写真撮ってもいい。ああ、そういうことね。そう、あ、でっかいハンバーガー、写真撮るとかでも OK です。なんでこれは写真撮影 OK です。はい、ということでいいですね。まあちょっと回顧展とトークライブで、はい、全部値段違うんでね、まあ全部下の概要欄の URL が一つ一つ飛んで見てみてください。はい、で、次なんだっけな、あ、次、うん、まあこんだけさ、本会場でじゃあイベント3回やったらさ、5000数百人来ます。はい、トークライブでまあ1000人ぐらい来ます。はい、でまあ回顧展、うん、まあ何人来るかわかんないけど、まあたくさん来てくれたとしたら、うん、まあ結構いろんな方が地方から来るのかなと思いまして、はいはいはい、まあまあちょっと次こちら、初めての試み、水溜りボンドバスアクセスツアー開催決定。これは、もぎ取ってまいりました。これは初耳。これはね、結構頑張ったんですけど、はい、夜行バスとは違って、うん、夜行バスってこう、なんて言うんだろう、路線バスってもう決まった、例えば、名古屋からだったら新宿とか決まってるって。あるね。で、これは、品川の会場付近まで直通で来れるやつで、うん、さらに乗ってるお客さんも全員水溜りボンドのファンです。なんで、このバスアクセスツアーに関しては、ちょっとバス貸し切ってる形なんで、夜行バスとかよりはおそらく値段はちょっと高いです。はい、はい、でも新幹線よりは絶対安くなってるんで、うん、まあお財布に優しいのかなっていうのと、ああ、はいはいはい、まあなんかみんなそのバス乗ってる人、自分と同じ人好きなのでちょっと楽しいし、まあこちらですね、出るところはまあ一応初めてなんで、できるだけやってくれるところを探したんですけど、まあ、はい、仙台、名古屋、大阪と品川のまあ行きと帰りの往復は、はいはいはい、できますと。まあ他のところの方はちょっとね、うん、これでまたいい結果が出たらまた次のイベントができると思うんですけど、で、車内特別映像あり。はい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 、はい、要するにそのバスのそのさ、なんかあんちゃん、うん、あるじゃん、修学旅行とかでクレヨンしんちゃん見たところで、うん、まあなんか僕らがちょっと喋って、はい、で、まあおやすみなさいとか、おはようございますとか、そういう、なんかこう、夜行バス乗った人にだけ向けた特別映像を流します。はいはいはい、っていうのをちょっと、うん、なんかさ、バス、楽しそうじゃん。まあ俺らが乗るわけではないにしてね。うん、俺ら乗らないけど、なんかさ、1台?いや、これは、最小最高人数ってのがあって、うん、まあ、あまりにも人が少なかったら、ちょっと無理なんですけど、うん、まあ、ある程度人数集まれば出ます。で、結構、上まで。上限はそんなにないってことね。まあ、一旦は。めちゃくちゃ来たらわかんないけど、一旦は予想されるところでは、申し込めば乗れるんじゃないかという予想でもあります。まあ、抽選とか一旦ないので。はいはいはい。あ、じゃあ1台だけ出るよとかではないから、うん、まあ2台とかの可能性もあると。で、まあ本当にちょっと僕の中では、うん、その水溜りボンドの映像見れるんだったら夜行バス乗ろう、いつも新幹線だけで夜行バス乗ろうっていう方もいると思うんですけど、夜行バス結構きついから、うん、はいはいはい、まあこれバスアクセスツアーとはいえ、うん、まあバスのそのでその距離移動するって結構なんで、うん、まあURL からね、あ、今回時間かかるんだとか結構いろいろちゃんと見て、うん、まあその上で判断していただけたらと思います。はいはいはい。新幹線よりは安いから、まあ学生には、うん、学生とかには優しいのかなと。はい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 、はい。とまあちょっとなんかこうこんくらいの規模になってきて、まあ、こういうのもできるようになったということで、うん、皆さんぜひ僕らの初めての バスアクセスツアー乗ってみてください。うん、はい。まあ値段とかもね、概要欄の URL からどんどん見れるので。うん。ん?それは帰りはあるっけ?帰りもあります。あー、じゃあ、行きと帰り。終わり、じゃあ、うん、乗って帰ろう。だからその、普通に夜行バスで来る人とかは、その方が安いのかもしれないけど、新宿とかに来て、新宿から山手線乗って品川来て、うん、迷うとかがないってこと、ね、とかだと思うんで、まあ、あとイベント終わって疲れてんのに、その、品川からまた新宿行って、うん、夜まで待ってとかじゃなく、まあ、この往復で、
パッケージ化されてるので、うん、まあ行き帰りがありますよと、うん、いうのがまあちょっとなんとか決まりました、はい、ぜひ仙台、名古屋、大阪からお越しの方はこれに乗ってきていただけたらと思います、はい、お願いします。そしてはい、ステラボールって前やってるんですよね。ありましたね、U フェスで、はい、入り口がすっごいでっかい、入り口がもうすごいだだっ広いその壁があって、そうね、そこ全面をですね、まあこれは集まんなかったらしょうがない、はい、けど、水溜りボンドのファンアートで埋めよう、はい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 、ツイッターで見ました、はい、内募集しようかなと、はいはいはい、僕もね、ちょっとね、書いたんですけど。あ、そうなの？あ、ここに対してってことね。そう、ちょっと寂しくてね。はいはいはい。これは、まあ、新聞に結構絵描いてくれてる人多いなと思ったんですけど、うん、まあ、なかなかね、それをじゃあ、一個一個取り上げるとかできなかったんで、まあ、この際に、まあ、こんな大きいとこでできるようになったよっていうので、うん、壁一面とかに貼れたら、まあ、3枚しか来なかったら3枚しか貼られないんですけどね。まあ、3枚は貼るよってことだよね。まあ、ね、だって、1、2は絶対描けるからね。はいはい。でも、いやマジで、その、うん、ね、めっちゃ広い、その入り口のとこ。十何メーターとかあるから、うん、で、過去の絵とかも送れるんで、その、今まで描いたことある水溜りボンドの絵、で、自分が描いた絵で、まあ、概要欄のその応募フォームの規約をしっかり読んで、うん、あ、これでもいいなって方は、送ってください。結局だから、いろんな感じで出ちゃうから、ね。そうね、その、そこに貼り出されるので、まあ、いろいろ規約があるので、はい、それでもいい方は、ぜひ、送ってくれたら、うん、当日会場に行ったら、あ、あそこに私の絵あるとか、あ、ツイッターで見たあの絵だとか、カンタ君がフォローした、ファボしてたあの絵だとかなるかもしれないということですね。はい。ファンアート大募集です。これ、締め切りとかもあるので、ぜひね、ちゃんとチェックして、はい。過去の絵もね、どんどん送ってほしいよね。そうですね、うん。はい。続きまして、すごいいっぱい。ああ、そういうことね。はい、こちら。すいませんね、多くて。急な話だけどね、それ。急な話なんですけど、先日ですね、サブチャンネルで僕が、雪見大福を食べまして、その時に、ツイッターで、まあ、こちらのようなやりとりがあったんですよ。はい。で、このやりとりをした結果、そっから、じゃあ、もう、品川のそこで、どうみたいな感じの会話の流れが、両者ありまして、はい。雪見大福を超絶大量に配ります。素晴らしい。いや、これが一番わかりやすく嬉しい。ただです。ただすごい。だみんなこれ、ぜひ、すごいってことだね。来たら、まあ、ランダムではありますけど、はい、まあ、もしかしたら、雪見大福がもらえるんじゃないかと。あと、雪見大福ってめっちゃ食うと幸せだからねっていう。あ、確かに。ないそれ。まあ、間違いなく。雪見大福って幸せになれるじゃん、あれって。それを配るよっていう。すごいです。俺らのステージよりも引きがあるんじゃないかってぐらいのね。まあまあ、プラスアルファだから大丈夫です、ね。知らん人だとしたらもさ、嬉しくない、うん、いや、嬉しい。すげえ、すげえっていうか。なかなかない。品川と思ったらちょっと行こうかなっていうレベルじゃない雪見大福もらえるらしいし。うん、ちょっと行こうかなっていう。うん、ぜひバス乗りたい人とかもバス乗ってほしいし、うん。うん。バス自体に乗りたい人もね。いるだろうし。その日出張で名古屋から東京行くなっていう人。そうそうそう。普通にそのバス乗って。そう。で、寝てんのに映像流れてうるせえな。品川だからまあちょうど。まあでも品川でも結構いいからね。そう考えたら。最後ですね。こちら。今回のグッズ、はい、今、画面上に出してます。今回のグッズはね、こんな感じなんで、はい、ぜひね、まあ、パーカーとか、はい、あ、今いくつかあんのかな？はい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 。あ、ラフォーマーさんのやつがね、ちょっと30万に間に合えばって感じです。あー、確かに。あ、もうじゃあ、あれは、いけたらそのタイミングになるってことね。そう、多分。はい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 。意味があって、はい、ワクタ君に今回書いてもらってるんですけど、はい、全部の、俺らが今までやってきた動画の1月1日の俺ら。へぇー、面白い。全部。で、まぁ、今回のロゴのやつがもういるけど。うん。基本的には1月1日の時に俺らが着てた服みたいな。はいはいはい。で、過去の俺らが全部載ってるみたいな。まぁ、これは画像あると思うんですけど。まぁ、ちょっとまぁ、今回うん。靴下も一応あるよ。え？急な靴下？靴下あるよ。え、なんか。ん？なんかさ。うん。急に飛んでないなんか。ねえ、靴下あるよ。動画飛ばしちゃったのかなって思ったけど。靴下あるよ。パーカーあって。パーカーあって。タオルあって。靴下あるよ。靴下？靴下あるよって。
そうだね、だから全身揃うってことでもないよね。うん、でもない、ズボンない、靴下あるよって。で、急に喋りかけてきてる人。ありがとうございます。うん、靴下もあります。クリスマスなんだよ。クリスマスなんでね、そこになんか入れてもらってもいい。そういう靴下です。うん、はい、あとなんか、まあここに今まだ出揃ってないんですけど、ラバー、はい、キーホルダーと、はい、今までのやっぱ全部さ、うん、回顧展とかやるわけだから、今までの俺は全部振り返りたいんで、今までの T シャツが全部アクリルバッジになってるやつもある。面白い。で、今回ももちろんなんですけど、はい、千円ジャンキーやります。おお、書くの忘れちゃった。千円ジャンキーもやります。もちろんになってきてるね、もうやばいよね。あと何か言うことはありますか。対決企画ですね、イベント。ああ、対決企画の結果がイベントになるっていうのと、イベントで負けた方が CD を、5000枚売ります、はい、で、まあ手売りではないんですけど、まあ売り場に現れるかもしれないし、うん、もう CD を、はい、僕らが初めて出すという、まあね、状況なんで、どっちかのチームがですけどね。どっちかのチーム、まあ、僕らのどうせ2曲ぐらいしかないんで、うん、残ったところは全部ラジオをバッチリ撮って、はいはいはい、そのラジオを収録しとくことで、まあ、ちゃんとね、価値のあるものにしようかなと思ってるので、うん、で、そんな感じですかね。まあ、今紹介したグッズと、まあ、で、もろもろちょっとすごいたくさん発表があって大変だと思うんですけど、はい、ちゃんとその下の概要欄の URL から飛んで一個一個確認して応募するようにしてください、うん、はい。で、これから先もいくつかまだ決まりきってないのがあるので、うん、はいはいはい、例えばステラボールとかもね、まあちょっともうちょっと席なんとかなんないかなとは思ってるんで、ほう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 、まあちょっとどうなるかわかんない、お待ちいただければと思います。まあ、じゃあこれからもね、ちょっと大きい発表があるかもしれないんですけど、はい、ツイッターの、僕のツイッターの方とかを確認していただければと思います、うん、お願いします。ということで、まあこんな感じの発表でした。はい、you